フトクリームの元になるソフトクリームミックスを作っていきます。りゅうくん何が入るか想像していきますか。牛乳、牛乳、はい、ね、クリーム、クリーム、すごいすごい、やっぱさすが詳しい。そのぐらい正解はこちら。ゆうはしの予想通り牛乳と生クリームは入っているね。中にはマシュマロが。一体なんで？おうちアイスを作るときってただ牛乳とかクリームを混ぜるだけだとシャリシャリに結構なっちゃうんだけど、ふわふわにしたいなと思ったので、ゼラチンが入るとちょっと滑らかになってふわふわになりやすくなるので、マシュマロを入れるレシピにしました。ちなみに塩を入れる理由は甘さを引き立て全体の味を締めてくれるからなんだって。マシュマロや塩を入れるのは自宅で作りやすいように今回青木さんが考えてくれたオリジナルレシピ。それではソフトクリーム作りスタート。まずはボウルにマシュマロと少量の牛乳を入れて500ワットの電子レンジで1分半加熱しよう。するとこんな感じ。これを混ぜていくぞ。続いて残りの食材を入れしっかり混ぜていく。次はこれをアイスにするのに凍らせるので冷凍庫に入れるんですけど、凍りやすくするために袋に入れて薄くします。袋に入れて薄くするのが早く凍らせる裏技なんだね。3時間ほど冷凍庫に入れると30個しっかり固まったので、あとはミキサーに入れてふわふわになるまで混ぜれば、おすごい、おすごい、かわいいか、ちょっと痛いね。自宅で簡単にできるソフトクリームが完成。そのお味は、めっちゃ可愛い。泡って感じですごく美味しいです。簡単だった、できそう。ジェシュー、ポテロングライスがついに超進化。一体どんな仕上がりになったのか、スタジオで実食。楽しみ、楽しみだね、楽しみ、楽しみ。お家でも簡単にできるってのがいいし、ちょっと来週さ、お腹すかしてこようよ、絶対に。あたろうくんも、あ、ごめん、あとスタッフさん、カリコチにすんのだけよ。マジでふわふわ食感で食べれますよ。みんなのもぜひお家でやってみてください。はい、さあ進化したアイスの完成を僕たちも心待ちにしましょう。楽しみ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。後戻りなん
んてない。後戻りができないなら前に進むしかない。そうでしょう。
正解発表。畑の間の道がよく見るとカタカナになっていたんだ。1、2はそれぞれカタカナのナとスになっているから答えはナス。今日のナス月楽しかった。明日もまた待ってるね。それではレッツカット。キラキラ。今日の生投票はチョコプラのどっちか、どっちが見たいか、まもなく投票は締め切りです。はい、5秒前4 3 2 1。Thank you.
にやったわけ。ケンタロウ君どう、なんか寒い続いてるけどもさ、なんか今一番楽しみなこととかってある？スイミーの学習技術発表会が楽しみ。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。